い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望、戦国立志伝、小早川秀秋プレイ続きをやっていきたいと思います。前回江戸城を攻略したところまで進めてきましたので、今回はその続きになるんですが、まずは千葉県ですね、上総下総、この辺りを平らげたいなというところなんですが、ここがね結構徳川方もう強い武将が入っていて、まずは真田幸村、さらに犬江新兵衛、ちょっと知らない武将なんですが、これよく見ていくとですね、統率90、武勇90、知略86、政治77っていうね、ちょっと化け物みたいな武将になってます。で、ちょっと見てみると里見八犬士っていうことで、まあ、このね犬江新兵衛、さらには真田幸村、この辺りを撃破しないと千葉県は治められないかなというところになります。ではまずはその辺りを目標にプレーの方していきましょう。で一応ですね、今回は九州と畿内の方から武将を動員していますので、その辺りもちょっとうまくね使いながら戦っていければいいかなと思ってます。んでどうだ、三宿隊、これが八王子城に向かってきていて、立岡隊、これも八王子城か。ってことは八王子の防衛に回らなければいけませんね。かしこまりました。養生を始めます。先月の収支です。さてどうするかな、ちょっと武将の数的に厳しいかな。玉縄城からも兵を出して八王子城の防衛に努めましょう。江戸城はどうなんだろう、今武将は誰も入っていないか。一応ここにも人を出しておかないと危ないかな。であとは与力でちょっと武将を与えておかないときついかな。稲葉家に武将を分けましょう。これで江戸城にも人を入れる余裕が出てきたはずです。毛利輝元が死んだか。さあ連合が解けてしまってはいるんですが、連合はすぐに復旧させたいので早速連合を持ちかけましょう。標的は今回はいよいよね家康亡き後の徳川家、まあ現松平家の方に、絞り込んでいきましょう。名手は三成で、さらにいつもの面々を加えていきます。もうこれ、ね、毛利とか長宗我部、さらには九州の大名たちって何してるんだろうっていうぐらいね平和を享受してると思うんですけど、この辺りのね、連合に参加している武将たち大名家もその軍勢を送ることができるようなシステムができれば、本当にね日本を二分するような合戦っていうのもできるようになるんじゃないかなとは思うんですけどね。その辺りがねもうちょっとなんかうまいこと仕組み上あれば面白いかなとは思いますけど。さあまずはじゃあ八王子城の防衛を続きやっていきましょう。敵が我が領内に向かっております。ちょっと待って、我が領内に敵が迫っております。ちょっと待って、敵が我が領内に向かっております。長宗我部がここで敵に回るか。どうするこれ、いや今さ1円全部
武将出払ってるんだよな。しょうがない、ここは和解するしかないな。超遅かべめ、余計なことしてくれるな。こんなところで早速使うことになるとは思わなかったな。超速壁は待てなかったんだな。捕らえたり、あそこもうちょっと我慢さえしてくれればよかったんですが、超速壁は待てなかったんですね。先月の終始です、報告いたす。毛利家とは縁戚で亡くなっちゃったか。ここはじゃあ早速嫁がせましょう。縁戚である必要があるからな、毛利に関しては。まずは朝廷外交だな。朝廷外交、これを最優先にしましょう。でその他で言うと、連合に入ってるところは勝手に上がっていくんでいいでしょう。問題は長宗壁だな。まあ、取るに足らないような力ではあるはずなんですけどね。長宗壁自体は13万、それでも13万か、それなりだな。長宗壁、同盟は始末と5ヶ月毛利とはないか。ということは毛利とあとは停戦同盟が開けた島津で長宗壁を叩いてもらうしかないですかね。ちょっと今の戦力だと持ちこたえられないよね。今全部機内の方に出払ってるんで、部隊が。そうなると援軍の要請をして守りきるしかないな。とりあえず今は関東の方ですね、ここの方の対応をしちゃいましょう。それではいよいよ犬江新兵衛のこもる立山城、ここの攻略に入っていきます。武将がやっぱりいないか、みんないないね。ここまで来るとお味方、ただですね、武将の数少ないのにお前が討ち取られたか。武将にするしかない、武将になってもらおう。ご命令を報告いたす。先月の終始です、報告いたす。さあそしたら小早川秀明自らも出陣して犬江新兵衛のこもる立山城攻略していきます。お任せください。ここは毛利が早速攻めてるな。毛利が攻めてるんで、長宗壁がね、これ停戦明けを待ってこちらも攻めに転じよう。というわけで九州から出陣した武将の一部は返しましょう。江戸城に3万4千、江戸城の防衛に部隊を割かないといけないな。そうなるとさあ忙しくなってきましたね。小早川秀明は一転して江戸城の防衛に参ります。
表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。かしこまりました。敵を追い詰めるぞ。我が戦お見せしましょう。さあ今至る所で合戦が起き始めてはいるな。この合戦を勝利のうちに収めたいけど。そうすると雪村のこもる城にも一挙に武将を送っておいた方がいいな。かしこまりました。これで増援が出てくるのを牽制しましょう。お任せください。いざ戦場へ。さあ各地で激戦が繰り広げられてるけど、ここをしっかり勝利のうちに終えたいよな。かしこまりました。お任せください。承知しました。いたします。先月の収支です。報告いたします。逃げ道は与えぬ。強行のつもりが合戦になっちゃいました、ね、ここは一旦合戦を終了しましょう。雪村とまともに合戦するよりかは強行で抑えていこうが確実ですからね。真田の戦お見せしよう。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さてそうすると今戦闘中のところ蹴りを早くつけたくなりますね。逃げるなら今のうちだ。岩月が先に落ちた。打ち取った。よし、岩月からそしたら武将を転戦させよう。どこまで兵を進めるかだな。あんまり動かしたくないので
かしこまりました。どっちを攻めるか。織田城、小早川がいるんだな。でも二層天守、こっちの方が城としては落としやすい気はするな。どうなんでしょうね。さっさと蹴りをつけたいんですが、こっちはこっちでもまだ全然強化されてない城だな。であればこっちを先に落とすでいいね。関宿を先に落としましょう。順番としてはそれでいいかな。小早川隊はそしたら満騎城に進みます。敵将捕獲した。よし、続々落としてるね。ライレンは同じく進みましょう。どうする？この辺りは小早川に落としてもらいたいよね。国峰、美濃は、馬林か。この辺りはすべて三成に任せましょう。やっぱり千葉県の方だな。千葉県の方に家を割いていこう。あと一部はね、きっちり残しておいてあげないと危ないというのもあるんで、武将ね。やっぱり硬いのはここだな。承知いたしました。雪村のこもる、かしこまりました。ここは硬いですね。犬しんべえは攻略できそうですね。立山は取れそう。出現するぞ。江戸城に22,000、江戸城に22,000か。江戸城の防衛がちょっと必要になるかな。そうなると江戸城の防衛に稲葉正成隊を派遣しておきましょう。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。そしたら稲葉家、どんどん大きくなっちゃいますけど、これでよしとして、一方ですね、こちらとしてはちょっとね、裏切りを行ってきた長宗我部に対して攻撃を仕掛けていきましょう。よし、押し城戻したね。そしたらどうする？ありったけの部隊をぶつけておきたいなというところはあるけどな。江戸城の防衛もしっかりさせておきたいんで、押し城とした部隊は一旦このまま突撃してもらって、攻め込むぞ。怖いのが江戸城だな。江戸城がちょっと怖いんで、江戸城の防衛のために部隊を出しましょう。でそろそろこの辺りはどうだ。兵糧が切れてるじゃないか、よく見ると。急いで落としたいな。かしこまりました。負ける気がしないな。
お味方が捕らえられました。出るぞ。負ける気がしないな。ようやく立山落としたか。時間がかかりましたね。立山、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。そしたら四国の方ちょっと見ておきましょう。まあ、この辺りは倒せるでいいのかな。まあ長宗我部とねものすごくことを構えるっていうつもりはなかったんですけど、現状こういう状態になってしまった以上はね、しっかりと長宗我部の領地を削れるだけ削って我がものにしておきたいんですよね。さあ四国と関東と行ったり来たりでちょっとね皆さん見づらくなってしまってるかもしれないですが、長宗我部盛り近、100超えだな。みんなこれをちょっと叩いておけばだいぶ楽になるんじゃないかな。ただ増援を出す余裕は残念ながらないので、まあ、強いて言うならこの4800か。あとは関東だな。関東が収まればだいぶ楽になるんですけどね。今は激戦中だな。敵が我が領内に向かっております。江戸城にさらに1万1100か。関宿にこもっている部隊の一部を返すしかないね。これをやっぱり江戸城を経由して、江戸城を経由しての大田城攻めだな。西区官兵衛のこもるこの結城城、ここを攻めるつもりは今のところないからな。我が策、戦場を制す。まあ、怖いのがやっぱり江戸城だけど、江戸城もなんとか守りきれそうな三段がついてきましたね。誰が捕らえられたんだ今ね。もう武将不足に悩みに悩んでいる状態なんで、捕らえられる武将がね大物だとかなり痛いんですが、ちょっと捕らえられた武将が誰だったか。滝川か。滝川が交戦中的な捕虜。ここだな。江戸城は収まったので江戸城の次だな。星名隊、星名正光のこもる城に兵を出していきましょう。森山城はというと、ここも全然だな。天守も館のままなんで力攻めでなんとかできるかなっていう、ある程度の計算は立ちますね。軍団じゃないんですね。地業と地業。稲葉家はもう本当にこの小早川家の家中で
秀明よりも発言力があるからな。今度は競争壁か。いや、ものすごい大軍団が迫ってるな。これどこに向かうの？関谷、マジか。ものすごい数が迫ってるじゃないか。これはどうにかなるのか。お任せください。いや、ものすごいこれどんだけ軍勢送っていくんだよっていう。これパッと見どうですか？いや、めちゃくちゃな数送ってきてるな。10万超えてるな、確実に。1万5000、1万3500、こっちにもいますからね。これ総勢20万の軍勢だな。いや、こんな20万とかやめてくれよって感じするけどな。何20万ってっていう感じですよね。20万の軍勢が迫ってるって言われてもね。戻るとするか。戻るぞ。20万の軍勢を迎え撃つ力ないぞ今。停戦させてもらいましょう。ここは石田の力を使って勇気と停戦だ。今ね、その20万の軍勢を食い止める力ないから。ちょっと待って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 。これは畜生。関谷はよくよく見ると奥川の軍勢じゃねえか。これは奪い返されるな、残念ながら。そうすると腹いせとばかりにやっぱり城を塗装。承知しました。敵に城を奪われました。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。サモーリとは婚姻を結んでおこう。ちょっと四国の方を見てる余裕がなかったけど、四国どうなってる？そして関東だな。ここが意外と硬くてどうにもならない感じになってんのかな。落とせそうで落とせないっていうね。なんか本当に微妙な感じになってますね。敵を追い詰めるのだ。負ける気がしないな。やっと満騎乗落としたか。くるりも落としたね。元桜も落とした。そしたら今だと川越城に敵の部隊が迫っていると。ちょっともうね、武将の数というか、その兵員が少なくなってる、兵が少なくなってる人たちは返しましょう。また捕らえられたりしてもね、困るんで。
とするか。関宿はなんとか取り返したいけどな。出陣する。報告いたす。先月の終始です。報告いたす。まあでもね、だいぶ頑張って関東一円にも勢力を伸ばしていきましたよね。今の徳川の兵力31万ですね。31万、拠点数が23まで減ってきていて、小早川34万、だいぶ増やしました。でまあ勇気は圧倒的ではあるものの、それ以上に石田が奮闘してくれているので、まあなんとかなるかなっていう目処もついてきましたね。で、戻ります。一旦四国はこれで終わりにしましょう。四国の戦いは、まあまた長宗我部が先端を開いてくるようであれば、一気にね削っていくっていうこともできるかなと思います。で同時になんですけど、まあとどめを刺すという意味ではないんですが、毛利には援軍を出しておいてもらって、さらに削っておきましょう。って考えるとどうだ、ここは吉田正成攻めておいてもいいかな。もうちょっと継続しますか。力を合わせ戦い抜くのだ。敵将捕らえたり。どうにもならないね。援軍が出てくる気配もないですよね。いや、覇王って呼ばれるかな。覇王小早川秀明って言われてもね、なんかこうパッと来ないですけど、まあ、ただ城はあればあるに越したことはない。かしこまりました。戻るぞ。出陣するぞ。はい、というわけで時間は30分経ちましたので、一旦この辺りで今回は終わりにしてですね、次回この続き、引き続き、家康亡き後の徳川末天松平家攻略を進めていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。